はい、どうも、B レジェンドの鍵谷です。今回はですね、リアルスタイルフィットネスクラブにて、辻元トレーナーに来ていただきました。ということでね、まあ、辻元トレーナー、もう肩、腹筋、ね、あとはこう、背中の広がりっていうのが、こういうね、逆三角形の体を作るのがすごく大事だと思うんですけど、今もこれ分かりますかね？このね、脇の下のこの広がり、ここのね、分かりますか？で、この肩がガツンと開がって、ギュッとこうウエストがね、細くて、この V の字を作るのには、この背中の広がりがすごく大事なんですけど、この背中の広がりを作るトレーニングで、ラットプルダウン、もう非常にベーシックなトレーニングなんですけれども、このラットプルダウンを、まあ、どういうところを意識すればいいのかっていう、ちょっと注意点をね、今回聞いてみたいなと思いますので、ぜひですね、辻元トレーナーの方に、ラットプルダウンの極意を聞かせていただければと思います。はい。では、また鍵谷は去ります。はい。さようなら。はい。では、ラットプルダウンで、まあ、意識、初心者の方でも、まあ、意識するポイントとして、まあ、3つですね、大きく、まあ、僕は意識してます。まず、まあ、まずやってみます。まあ、ポイントは肩甲骨の動きですね。肩甲骨を、まあ、しっかりと下げておくっていうポイント。肩甲骨が、まあ、こう上がっているとこの広がる筋肉、まあ、僧帽筋と上の方に入ってしまうのでしっかり肩甲骨は下げる状態、まずこの状態が作れるかどうかっていう、ところが一つポイントですね。で下げた状態から、まあ、肘をぐーっと下に、まあ、脇を挟むようなイメージでくっとまあ、折りたたんでくるようなイメージで、まあ、行っていきます。まあ、肩甲骨の動きと、まあ、あと、グリップですね。まあ、あんまり重たい重りを使うときは、パワーグリップ、握力がついてこないので、まあ、パワーグリップを使っていくんですけれども、まあ、握る、手の入れ方、力の入れ方、まあ、小指側の方で、まあ、しっかりと、グリップする、まあ、ここがポイントですね。2つ目のポイント、親指側でこう力を入れるとどうしても内に神経が走るので前の方に、まあ、刺激が入るんですけど、まあ、外側で軽く握るような意識をすると、まあ、その外側の意識からこの背中の、下の方まで、まあ、筋肉が、まあ、連動するようなイメージですね。小指の方で、握って引く。で、最後は、どうしても、顎が、こう、上がってしまう、ところ、どうしても上向いて引かないといけない。顎が上がってしまうので、まあ、引くときは、少し顎を下げた状態、もしくはもう、まっすぐな状態で、引くと、まあ、しっかりと、この、大円筋から、まあ、広背筋にかけての、まあ、広がりが、意識できると思います。はい。まあ、そんな点です。はい、まあ、目線で僕求められたので、はい、まあ、本当に今ね、ご紹介いただいた通りで、まあ、こう、下げるときにね、どうしてもこう背中なので見えないじゃないですか。だから、どうしても、まあ、どういうふうにやっていいのかわからない。まあ、多いのは、腕をこう胸に近づけようと思って手で引いちゃう人、これすごく多いですよね、はい、だからそれをやっぱり背中で引こうと思うと肘を下に下げるようなイメージでやってやると背中がギュッと縮む、で肩甲骨がギュッと寄ると思うのでいいんじゃないかなと思いますね、はい、ちょっと僕やってみるので、はい、なんか後ろで背中見てなんか説明入れてもらっていいですか、はい、あ、はい、はい、はい、手が見えますね、はい、もうちょっと状態少し立ててもらって OK です。はい。で、ここぐーっと、あ、もう、とても綺麗なフォームです。はい。はい。で、比較的小指の方に力を入れてもらって、はい。あと5回ほど。はい。1。いいですね。綺麗です。はい。2。はい。ここを閉じるような。3。いいです。いいです。はい。締めて、C。はい。5。はい、OK ですね。あ、
とても経験、はい、褒めてもらいます。あのね、まあ、はい、うちのジムの、 あのビッグパーソナルのトレーナーなので、はい、まずあのなんか 2,3 回やって肩甲骨こうですねっていうぐらいで終わるつもりが、はい、結構1セットですけど、あの結構入ってます。でしかもなんかうまくこう、あ、綺麗ですねとか言われるとこう調子出ますね。はい。はい、まあそんな感じでね、あのちょっと今僕パウリングもしてないしグローブもしてないからやりにくかったんですけど、あのまあ今言ったみたいに、まあ、多少ちょっとできてたのかなと思うので、まあ、肘をねこう内側にこう寄せるようなイメージで背中を収縮させてもらうといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃあまたお会いしましょう。はい、さよなら。ありがとうございます。